今回はゴムとアメピンを使ったハーフアップをやります。ハーフアップにするときにトップの部分にボリュームを出すんですが、今回は逆毛を立てずにふんわりしたハーフアップを作ります。まず耳の上から髪の毛を取ります。ハーフアップになる部分です。この時髪の毛の多い人は薄めに取った方が後でやりやすいです。髪の毛の少ない人や髪の毛が私ほど長くない人は普通に耳の上から半分取ってもできると思います。取った髪の毛をくくります。私は今回ワックスも何もつけずにやっていますが、髪の毛がまとまりにくい人はワックスをつけてからやった方がいいと思います。髪の毛の表面をコームで溶かして整えてコームでくくります。ゴムでくくるときに左耳と右耳の上の部分から横に一直線で結んだラインより少し上にゴムでくくって留めます。次にくくった毛束の先を中に入れ込むんですが、髪の毛を入れる余裕がないのでここで手を入れて中に空洞を作ります。髪の毛の量の多い人はここの空洞をしっかりと作っておいてください。あとはくくった毛先をくるくるとねじって指に巻きつけてまとめます。これを先ほど作った空洞の中にぐっと入れ込みます。毛束を中に入れ込んだら、次は ボリュームが出ている部分の髪の毛の形を整えます。ゴムの部分を軽く手で押さえて、もうちょっとボリュームが欲しいところの髪の毛束を引っ張り出してふんわりさせます。コームを使ってやってもいいと思います。髪の毛が硬くて量の多い人は押し込んだ毛束が髪の表面から出てくることもありますが、うまくバランスを整えて留めていってください。ゴムの上のところとの毛とエッジ肌の毛の境目にピンを打って固定します。
ピンがなくても他のもので留めることもできます。バレッタでもいいですし、こういったクリップで留めることもできます。バランスを整えてください。